エッキュベペプラです。信長の野望大使パワーアップキッズ、さあ始まりました。徳川綱吉プレイで始めます。ではね、前回大垣城を取ってね、斎藤を滅ぼしたということでね、で次はね、この織田にねちょっとちょっかいを出そうかなと思っていますね。ちょっと目離すとねすぐでかくなるのでね、こいつらをどうにかしようかなと思ってますね。で今ね婚姻関係にあるんですが、これ、今ね、武田と、あと3ヶ月同盟が残ってるんですね。でこれが終わったらねすぐ攻め込もうかなと思ってますね。おそらく4月頃にね攻め込む形になるんじゃないかなと思いますね。ご命令ください。ではねどんどん進めてみましょうかね。民の穏やかなる暮らしを守る、それが我ら、ちょっとね同盟破るということになるとやっぱり周りのね信頼をなくすのでね、すぐ武田と北条にね使者を送って、媚びを売らなくてはいけないですね。この後からね、どんどんちょっと、内外のね、戦いが激しくなっていくんじゃないかなと。ではね、おそらく4月になったらね、戦になるということでね。ご命令ください。かしこまりました。あと1ヶ月ですね。周りのね国とまあ仲悪いですけれども、この同盟が切れたらねすぐ攻め込む形にしましょうかね。これは元就さんがね、息子たちがね仲悪いんで、お前ら仲良くしろよっていうやつやってますね。ではね、ここから攻め込むと、まずは軍事とね、軍事と議論を上げるという形でね、まずは、それをね優先的にしましょうかね。これにて表情を終えよう。どうしようかな。兵糧、これ迷うんですよね。農兵の年貢増加、それか小荷堕退を管理。まあ小荷堕退を管理した方が良さそうですね。あとは、このね、議論提案力上昇をね、これを取ると。ご命令ください。大宴会をやって、稽古をつけてやるとしよう。で、このね同盟を、手切れにすると。で、外交ね信頼が下がってるんでね、武田と、北条にね使者を送って、挨拶しに行ってね。であとは忘れてはいけないのがね、織田に、スパイをね作ると。これをやらなくてはいけないですね。ではね、
手切れをして戦線を布告してね。うん、手を貸そう。ああ、わしが力になろう。浅井さんが敵になりましたね。ではね、まずこの鳴海城を攻めると、でおそらくこの桶狭間でね戦いになると。うん、で今川義元とね同じ鉄は踏まないようにね。うん、あと騎馬隊などはね、騎馬隊鉄砲隊は禁止ですからね。うん、ではねまずねこの鳴海城を攻めると、この動きを見せてみましょうかね。天も人も俺に背くことは許さぬ。ではね、3万対2万の戦いですね。これつらいな。ではね、まずこの左のね部隊を倒すと、その方向でやってみましょうかね。作戦はおとり挑発。鳥挑発専門部隊、綱吉はちょっとな。ではね、おとりはこの服部半蔵にやってもらいましょうかね。で下に引きつけてね叩くと、そういう形でね。まずはねこのようにして、敵を叩いていくと。行くとしましょう。のろし台は敵はないですね。ではね、まずは奥平君にはね、奥村助右衛門のね舞台をやっつけてもらいましょうかね。で、半蔵にはねこの部分をこうやって通っておとり挑発をねしていくと。始めるぞ。覚悟せよ。投げ払え。これほどとは。ちょっとまずいな。やりたい。前へ。やりたい。前へ。これまずいな。切り込め。あ、でも大丈夫ですね。ご命令ください。覚悟しろ。あとはね、やりたい。この舞台をやっつけたら、切り込め。お覚悟願う。今は引くぞ。よしよし。これ兵士数がねちょっと見にくいんですよね。誰が何人とかっていうのが。ちょっと見にくいな。足軽隊前へ。うわ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 。お覚悟願う。やりたい。武田にね、後ろ、ダメだ。いかんいかん。逃げるが勝ちよ。よしよし。で、ゲチ、まずね、服部半蔵とねその他の
人間に。ちょっと奥平は、うん、離脱させましょうかね。始めるぞ。始める。よしよし、やりたい。前、敵の居所知れましたか。ゲチ、始めるぞ。ゲチ、半蔵にね、できるだけ前に出てもらってね。うん、やりたい。お願いします。よしよし、まだ動けないですね。ご命令ください。やりたい。前へ。ちょっと動けない武将が多すぎてわけわからん状態になってますね。切り込め。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。ではね、一気に、うん、攻勢に出てみましょうかね。信長本陣をね、目指すと。負けるとは油断したか。俺が敗れると。よし、桶狭間でね、やりたい。前。今度はね、綱吉さんが織田信長を破ったというね。未だ見えずか。うん、いい戦いでしたね。で、この戦いで勝てば、あとはね、うわ、堀尾義治と奥村助右衛門が、これは投降しないのでね、切るという縛りでやってますね。深く。うん。よしよし。この程度と。うん。鳴海城が落ちましたね。もっと苦戦するかと思ったんですがね。うん。行くとしましょう。うん、割と順調に進んでますね。ちょっと待てよ。敵の兵数がおおよそ8000ですね。まあ大丈夫でしょうね。うん、ではね、このまま、攻めていきましょうかね。特に少ない武将はね、いないと思うので、うん、兵士の足りてない武将はね、いないと思うのでね、どんどん進めていきましょうかね。お、浅野長政が下りたいと。うん、うむうむ、信玄の娘ですね。これ嫁にもらった女の子ですね。あ、投降しないですね。うん、スパイにはなってくれませんでしたね。ゲチを。ではね、この鳴海城はね、うん、兵士をね、少し整えて、あとは作っちゃいけない施設は、うん、作られてませんね。大丈夫ですね。うん、で、あとはここにね、うん、宿場町かなんか置いてやりましょうかね。で、とりあえずはね、うん、どんどん進めていきますかね。あー、米買っとけばよかったかな。うん、まだね、序盤なんで大砲とかがないんでね、うん、城攻めが結構苦労しますね。なのでね、うん、米がないとね、序盤は結構きついですね。
ご命令ください。で今回の縛りはね、うん、米を買っちゃいけないとかはありませんのでね、うん、あと19日、うん、少し米買っときますかね。ん？取引を行いましょう。米をね、取り計らいます。少し買って、うん、ではね、どんどん進めますかね。とりあえず、うん、清洲城は、うん、落としたいですね。あ、佐久間信盛が、うん、じゃあね、投降しないのでね、切ると。死ぬというのか。うん、行くとしましょう。我に続け。これはなんだ、関東入部って書いてますね。あ、農地がね、うん、1万以上の拠点を5つ所持すると、うん、灌漑能力が上がる。でも灌漑ってこのゲームあんま使わないんですよね。うん、あの北条のね、志だとね、あの灌漑やってもね、農地が増えるとかね、そういうのがあるのでね、うん、どんどん農地広げるようなゲームをしたい方はね、うん、北条のね、志でやるとね、楽しいかもしれませんね。これにて表情を終えよう。うん、この大砲ね、でも大砲を手に入れるにはこの波状土がね必要なので、うん、ちょっと今回は見送ってみましょうかね。ご命令ください。うん、じゃあね、ここに準剣場を置いてね、で、このね、貯水池があるので、うん、洪水関係は大丈夫ですね。うん、あとはそうですね、とりあえずここにもね、かしこまりました。うん、準剣場を置いときましょうかね。でね、うん、この熱田にね、茶屋町をね開いて、あの参詣してくれるね、お客さんをどんどん増やしてね、うん、お布施を増やしたいなと。うん、まあ、とりあえずは今回、うん、今回は、織田に喧嘩を売ってね、うん、この名古屋城と鳴海城を取ったということでね、終わりにしたいなと思いますね。では、今回はここまでにして、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。では、また。